はい、じゃあ1体目のコーディネートなんですけど、はい、まずトップスはどこのやつですか？トップスはパーパーズのトップスになります。生地がカットアウトになってて、このボーダーもすごい着やすくて可愛いです。取り外し可能とかではなくて、ちょっと肘だけ切れてる感じ。そうですね、もう完全にカットアウトされてます。今季こういうの増えてますよね。はい、多いのでちょっと取り入れてみました、うん、ちょっとあったかくもなってきたので、徐々に肌を出していって、まあ夏はもっとガツンと出していきたいと思います、はい、デニムはどこのやつ？リーバイスの701です、うん、これ最近買ったんですか？これはでも半年前ぐらいですかね、うん、ルーズなストレートが今自分的にハマってて、すごい形が理想だったので試着してすぐ買っちゃいました、うん、かわいい。ちょっと全体的にブルーにして、ちょっと夏に向けて色鮮やかなコーディネートしてみました。次のコーディネートは、はい、めちゃめちゃ夏ですね。はい、もう早速キャミソールを取り入れました、うん、かわいい。このパンツはどこのやつですか？これはオーラリーのパンツです。なんか今年イエローとか水色とかピンクとか、うん、やっぱりちょっと色物が多いので、うん、取り入れたいなと思ったんですけど、ちょっとトップスだとちょっと難しいというか、やっぱ肌なじみとかもあるので、まあ、まずはパンツから取り入れようと思って、うん、イエローのパンツ買ってみました。確かにボトムだったら、はい、ね、肌に合うかどうかとかそんな気にしなくても着れるのか。そうですね、結構色物とか、うん、挑戦しづらいものとか結構パンツだったら取り入れやすいと思います、うんうんうん、確かにちょっと大きめのワイド。そうですね、ちょっとワイドっぽくなって、結構もう夏素材なので涼しく履けると思います。ちなみにバッグはどこのやつですか？バッグはボッテガです。かわいい。はい、じゃあ次のコーデは、はい、もう大好きなモノトーンです。かわいい。このサロペットはどこのやつですか？これはロックのやつです。ちょっと大人っぽいサロペットが欲しいなって思った時に、ちょうどロックで見つけて、結構ゆったりしてるんですけど、でもなんか何ですか、リピートがちょっと大人っぽいというか、うん、すごいゆったりして、はい、なんか中の合わせで印象変わりそうですね。綺麗でも私は今回ちょっと王道に白のタンクで合わせたんですけど、うん、結構まあ黒なので、うん、いろんな色と合わせてもいいかもしれないです、うんうん、はい、ありがとうございます。バッグはどこのやつですか？これもボッテガです。ボッテガ結構ミニサイズなんですけど、荷物少ないので全然お財布と、まあ、ちょっと必要最低限のリップとちょっとファンデーションがあれば大丈夫なので結構愛用してます。はい、じゃあ次のコーディネートは、これはセットアップですか？セットアップです。かわいい。これは展示会でオーダーしてたもので、一昨日ぐらいに届いたんですけど、これはロザリームーンさんのセットアップになります。肩のデザインが特徴ですね。はい、なんかセットアップって結構かっちりしたイメージがあると思うんですけど、ロザリームーンのやつ結構袖ボリュームになってて、いちいちなんか女っぽくてかわいいです、うん。パンツにもスリットが入ってて肌見せもできるし、このサイドも興味ボタンがついててデザイン性があって、すごい可愛いセットアップです。今季はそのインナーもベージュで揃える感じですか？そうですね、まあ、私自身が特にワントーンが好きで、
ていうのもあるんですけど、でベージュ持ってきてちょっとヌーディーに大人っぽくしてみました。じゃあ今からスタイリストの中村さんに、はい、これは夏私服、はい、そうですね、夏、はい、まあ、春から夏、春から夏の私服を紹介してもらおうと思います。はい、お願いします。お願いします。まず1体目は爽やかな感じの、はい、ブルーの感じです。ブルーのショート丈のシャツにローライズのデニム、はい、履いてます。はい、でここからちょっとテープロゴを見せてます。可愛い。このシャツはどこのやつですか？とシャツとこの、ショーツがオムガール、うん、オムガールズっていうところのかわいいブランドです。すごい可愛くて、このショーツはずっと持ってるんですけど、うん、このシャツは私ミュウミュウのルックを見て、うんうん、ちょっと可愛いなと思って、うんうん、オムガールズで購入しました。はい。でデニムはリーバイスですか？デニムはリーバイスのヴィンテージのもので、501のヴィンテージで、あえて大きめで腰で履いてます。うんね、はい、今季流行ってますね、腰履きが。流行ってます ね。なんか個人的にも結構こう最近太めのデニムっていうかパンツが好きで、うん、購入しました。はい、これはこうシャツを、まあ、たとえ今日はデニムですけど、はい、他コーディネートするときどういう合わせが可愛いですか？スラックスとか、今年だったら、うん、まあ、デニムかスラックスがいいかなって思ってます。はい、あとなんかハーフパンツとかも可愛いかなって思います。うんうん、ちょっと綺麗めな。ちなみにバッグはどこのやつでしょうか？バッグは、ちょっとクリアなんですけど、うん、サックスポッツっていうところのやつで、うん、これも去年か一昨年ぐらいに買ったやつで、うん、夏になるといつも愛用してます。うんうん、はい、はい。じゃあ次のコーデは、はいはい、2体目です。このピンクのレーストップス、かわいい。あ、ロゴが入ってる。そうなんです。なんかガニっていうブランドのもので、あ、はい、ロゴが1個ずつ入ってます。うんうん、アルファベットが。へ、あとあれだ、胸元がちょっと、あ、そうなんです、ね、ギャザーが入ってて、うんうん、かわいい。春らしい、春っぽいですよね。うん、なんか夏はなんかこうブラとか中に入れて、うん、あえて透けさせて着たいなと思います。うん、でバッグもピンクで、バッグはピンク、これも夏になると去年買ったんですけど、うん、多分何回か紹介してるかもな、うん、見た記憶がある。コラバンヌのバッグです。かわいい、これすごいお気に入りです。うん、でデニムが、デニムはすごい漏れるんですけど、うん、このデニム、ね、めちゃめちゃ綺麗、ワイドなんですけど、うん、ウエストは結構キュッとなってて、うん、スタイルよく見せてくれるデニムです。うんうん、なんか白って膨張して見えるんで、ここもブカブカだと結構太って見えちゃって、うん、あえてここがピタッとしてるものを選びました。このピンク×白の合わせが、ね、はい、春、夏っぽくて、なんか去年とかだと普通にブルーデニムとか合わせてたんですけど、うん、なんか今年は白デニムとか、それこそこういう淡いピンクのデニムとか、うん、そういうデニムを履きたいです。じゃあ3体目は、はい、お願いします。かわいい、これはクレージュの、あ、そうです、クレージュのニットキャミで、ね、かわいい。これも毎年買ってるんですけど、うん、私はこういうレアタイプのものを買いました。かわいい。ポイントとしては夏の黒、なんか夏なのに真っ黒着たいなと思って全身黒で、うん、足元まで黒にしてます。うん、
トップスはクレージュでガーリーめだけど、そうですね、スニーカーで、はい、スニーカーとかちょっとまあキャップかぶったりとか、うんうん、なんかガーリーになりすぎないようにちょっとスポーツしてます。キャップが、キャップが、スポンジアンドリッチ、かわいい。でスラックスはザラのお気に入りのスラックスで、うん、めっちゃ綺麗です。ね、めちゃめちゃ綺麗。ずっと履いてます。へ、スニーカーがアディダスのスーパースタイルになります。これも最近よく履いてます、うん、バッグはどこね。バッグはボッテガのバッグになります。意外と使いやすいです、うん、練習。ちなみにこのキャミーはもし他のボトムに合わせるとしたらどんなコーデがありますか。なんかデニムとかあとロンスカとか、うん、まあえてこういうのの上にオーバーオール着たりとか、そういうコーデがしたいなと思ってます。はい、ビビ以上、中村里乃の私服でした。